今日は20分くらいで彫れる簡単なデザインになります。私動物彫るのが得意なので、何の動物ができるか当ててください。わかります。何も下書きをせずに彫っていきます。何の下書きもしないです。今こうスイカがミシミシって音を立ててるんですけど、外側に割れようとする力が働いてるんですけど、これ割れないように調整しながら彫っているとこです。いろんなナイフの動きを使って表現していきます。何か分かりました？めちゃめちゃ見えた。猫头鹰吗？日本語わかんない。夜の。はいはい。猫？猫じゃない。袋。袋。はい。そうです。对だ。そう。ギザギザ動かして、左手でフルーツを動かすんですね。右手と左手両方使います。可愛い袋ですね。ちっちゃくて丸くて可愛い袋を作っていきます。像他这个设计是以前有雕过吗？还是说为了今天才想的这个设计？このデザインは今まであったデザインですか？もしくは今日この場で考えたデザインですか？これは私が考えたオリジナルのデザインで、よくデモンストレーションとか、出るときに使うデザインです。这个设计呢是我自己想的，就是比较独创的一个设计。那今天并不是第一次，其他的一些，比如说像那个展览会啊，什么给大家去真实的去看我创作过程的时候，也会去雕这个猫头鹰。ナイフの角度を調整して一回でスパッとこう取れ抜くのが技ですね。就调整刀的角度，然后可以一刀下去之后，就可以把那一块的皮拿掉，是它的特长吧。
直活。大体20分くらいで彫れるデザインで考えています。早い。コンテストの時、大会の時はスピードが求められるんですね、うん、たくさんのフルーツを決められた時間で掘らないといけないので、そのスピードも大事だし、デザインも大事です。早く掘って見栄えのするデザインとか、そういうのも必要に なってきます。在国际大会的时候是需要有时间规定的，所以在规定时间内你要去雕刻很多个水果，所以不仅仅是设计，也是要求速度。フクロウのデザインは日本ではとても縁起が良くて、フクロウっていう鳥は、なんだろう、幸福を呼ぶとか、幸せを呼ぶとか、そういった意味合いがある鳥なので人気があります。在日本呢，猫头鹰是幸福的象征，吉祥的象征，它是可以这个召唤幸福的一个吉祥物，所以日本人很喜欢。根本还是站这里吧。好吧，我这里能过去吗？可以啊，可以。中国ではどうですか？中国では在中国是什么样子的？猫头鹰吗？猫头鹰是什么感觉？现在和我合作的那个朋友，他的那个店的 logo 就是一个猫头鹰。嗯，什么店？一个品牌集成店。哦，那就猫头鹰是什么含义呢？他觉得猫头鹰就是在晚上，很。那个很明，就是看得到嘛，所以他觉得说在晚上是可以给人家指引方向的一个鸟类，就是在很没有光的时候，它是看得最清楚的，所以也是有智慧的那个象征。中国では決まった意味はないんですけど、ワンと、なんだろう、コラボしたブランド、お店は、そのロゴがフクロウなんですよ。夜は光がなくても、何でもはっきり分かる、判断できるっていう、なんだろう、目利きできる能力、いい意味で、そういい意味でロゴを作りましたね。这个是我朋友自己的解读了，不是那个，不是中国总。そう、中国決まったなんだろう理解はないんですけど、その友達が考えてロゴを作りました。中国でもいい意味なんですね、フクロウは。中国ではなんか特別な意味がないないんですね。日本はフクロウの置物とか、グッズなんか、その身につけるものとか、アクセサリーとか多いです。あ、多いですね。在日本的话，它是幸福的象征、吉祥物嘛。所以，比如说在家里的小摆件呢，或者是首饰啊，都会有很多有猫头鹰出现的。でこのデザインももう自分で考えて20分で彫れるように計算して考えてるデザインですね。这个设计呢也是自己在想，一定要在20分钟之内能够雕完的这样的一个设计。このスイカの赤とグリーンと白と赤をうまく出して表現しています。就运用这个西瓜的这个绿色跟红色的这种特征结合，去想它的这个设计。
个细节做的蛮好看的。剩下那些皮可以把它塞到里面，然后可以用粘力起来。最后呢，足，下面要做脚。嗯。手を切ったことありますか？あります。初めの頃はよく切っていました。今は切らないですけど。我家有没有？扎到自己的手，会点汤油，就开始ですね，完成了，只花了11分50秒，11分50秒で終わりました。20分じゃない、20分じゃない、12分です。素敵。すごい。感動しました。好感動。いや、さすが。ありがとうございます。この傷はやっぱり利用してこの角度をしたんですか？そうですね、ここの、あの、本当は傷入らない方が良かったんですけど、あの、ちょっとどうしてもここの面が使いたかった。あの、スイカ自分で立つ時に一番いい面を使いたかったので、どうしてもここの傷は入っちゃいましたね。そうですね、でもそんなに違和感はないです。違和感はない。我问他这个，他最开始说这边有一块伤，然后他就在想，哎，怎么办？然后他其实很重要的一个特征就是水果，它在立起来的时候，它是有一个面是可以这样朝向观众的，他一定是要选择这个面，来做。那这个伤呢，就在这里，他就把它用在眉毛这里了。哦，就把它割掉了，就把它很自然的就在这儿了。こっちの面を使っちゃうと、下向いてしまうんですね。如果是用这边的面来雕的话，头是低下来，这样头是朝上的。当然我们都喜欢看头朝上的嘛。なので、フォルマに全部あのこのスイカの個性を形を見て一番いい面を決めてから、なるべく傷が。目立たないようなところを選んで彫っています。所以呢，就是在最开始雕之前，就先看它的这个方向，然后看它的这个伤，去更好的运用它的方向和它的伤去雕刻作品。行 ，OK。ありがとうございました。